覧いただいているのは1998年にテレビの企画で行われた迷宮会チーム対ビートたけしチームの試合で、大貞治氏とビートたけし氏が対戦している映像になる。ビートたけし氏といえば言わずと知れた日本を代表するマルチタレントだが、この時のたけし氏のピッチングを見ると、たけし氏は大きく振りかぶってコンパクトに投げる投球フォームでテンポよく投げ、意外にコントロールがよく、あの王手をうまく打ち取っている。この映像を見る限り、これだけの投球をするにはそれなりに野球をやっていないとできないので、ビートたけし氏は昔からかなりの野球好きだったようだ。